Hey guys, how are you doing? Welcome back to my channel. I went to get vaccinated 2 days ago. In this video, I'm going to talk about that experience and also let's learn some words and expressions in English about ワクチン接種ということでですね、2日前にワクチン接種に行ってきました。その時のお話とですね、それを英語で説明するときに使う英語のですね、表現についてお話をさせていただきます。この奥の TV は日本人英会話講師ならではの英語学習方法、そして英語の発音方法、ネイティブで答えられない M ポン動画をたくさん上げております。ぜひチャンネル登録していただいて、他のレッスン動画もご覧ください。それでは、Let's get started! ということでですね、2日前にワクチン接種をしてきました。ワクチン、これまず英語で言うと、ワクチンになります。ワクチンですね。でですね、私の住んでる神戸では結構ですね、接種が早くてですね、6月の、10日過ぎぐらいからですね、もう65歳以下の方の、ワクチンの接種表をですね、送付し始めていました。で、まず、ワクチン接種表、これなんていうかっていうことを、ちょっとね、こういう単語がもともと英語で使われていないじゃないですか。ワクチン接種表なんて。だから、国によってもですね、それを使う団体によっても違うんですね。で、日本の、まあ、英語のサイトですね。ではどう書いてるかっていうと、ワクチネーションバウチャーって書いてますね。これね、結構わかりやすい言葉と思います。ワクチネーションっていうのは、まあ、ワクチンっていう、ワクチンとワクチネーション。ワクチネーションってワクチンを打つことですね。のバウチャー。バウチャーっていうのはホテルバウチャーとかでもよく使うんですけど、これがあったらできますよっていうクーポンみたいなもんですね。クーポンよりもっと重いもんなんですけども、お金と同じようにこう交換できるものという意味なんですけど、ワクチネーションバウチャーっていうのがね、送られてきました。で、年齢別にですね、接種がこう優先が違っているんですけども、あと、基礎疾患のある方、とかですね。で、年齢だったら、everyone age 60 and older かな、60歳以上だったら優先、で、予約できるんですね。で、あとは、基礎疾患ですね。私のようにですね。私は年の優先ではなく基礎疾患があるからなんですけど、基礎疾患っていうのはね、underlying medical conditions っていうんですけども、I have、an underlying medical condition なんですね。だから、優先接種ができたんですけども、予約をします。で、接種の予約って英語で何て言うか、book an appointment。アポイントメントがいいです。リザーブっていうのをね、予約って単語あるんですけども、リザーブっていうのは、なんか場所とか物とかをキープするときに使うんですよね。予定を入れるときはアポイントメントがいいです。で、make を使ってもいいです。make an appointment or book an appointment。book を使う方がちょっと、硬い感じはします。ただやっぱりこういうね、厚生労働省とか、そういうところがこう発表する。これ何なの？厚生労働省？保険？わかんないですけど、が発表するところは、book を使っていますね。はい。ということでですね、予約会場と日付を選びます。予約会場、これ英語でなんていうかっていうと、ワクチンロケーションって多分通じると思います。ワクチンロケーション選びますよね。で結構ですね、団体の接種会場だったので、空いてました。で、やっぱり個人のね、ところ、個人の、開業医のところのワクチンはですね、打つところはですね、もう1ヶ月先まで奪っている状態でしたね。私は別に近くじゃなくても構わなかったので、ノエビアスタジアムというですね、スタジアムが神戸にあるんですけど、そこで団体接種をやっているので、そちらに行きました。で、当日はですね、その一番近い駅から、ただのですね、フリーシャトルが出てます。で、英語でそれを言うとですね、フリーライツ、アフリーライトになりますね。が駅から出てますので、それを乗ります。で、I got a free ride to and from ノイビアスタジアム。で、ノイビアスタジアムまで行きまして、で、私は18時半の予約だったんですね。6時半の予約だったんですけど、ちょっと早めに行きまして、私いつも早めなんですよ。遅れるの嫌なんで。で、30分前に行きまして、で、6時の人の枠に入れるかなと思ったら、そううまくはなく、6時半の枠のグループに入れられます。ただし、6時の人のグル
映画ですね、終わったらもうその早く来た人のグループを流すので、実際はですね6時15分にはもう注射を打てる状態にはなっていました。すごいスムーズに進んでいくんですね。高齢の方が多いので、立つところがあまりないように、要所要所で椅子が置かれて、そこで待機という形で前に進んでいきます。2箇所ぐらいあったかな、そういう待機する場所がですね。注射するまでに2回の問診があります。問診っていうのはメディカルコンソレーションっていうんですけども、1回目はですね、多分看護婦さんか、まあ普通の事務員さんがよくわからないんですけど、まあ、その健康状態を書いた紙をあらかじめ出すんですけども、それ合ってますねっていう軽く質問をしていくだけです。本当にテーブルがパーってあって、そこで立ってですね、こうさささって聞くだけです。で、その後進んでいって、ブースに分かれてまして、そこに入って、今度はドクターのですね、メディカルコンサレーションがあります。個人的なことも聞いていくと思うんですね。基礎疾患がある私みたいな方は、この病気は打っても大丈夫ですかとか、そのちょっと聞かれて、OK なら、はい、じゃあお願い、注射打ってくださいというふうに流されます。で、私の入ったブースは、パソコンが置いてあって、リモートでドクターがいるんですね。で、何がびっくりしたかというと、そのドクターが20代だったのかな。めちゃくちゃ可愛いアイドルのような女医さんでした。今まで見たことのない本当に可愛い女医さんで、で、YouTuber っていう裏にカメラ目線に慣れてるんですよね。で、今日は体調はどうですか？あ、いいですよって。OK！ とかね。主治医の先生に、この注射いいって言われてますか？って大丈夫ですよって言うと、向こうも、いいです OK！ じゃあ進んでくださいって、こういうふうに、すごいなんか、リモートに慣れているのか、まあ、ね、わかりやすくはしてくれているんですけど、ちょっとびっくりして笑っちゃいけないんですけど、なんでこんなアイドルみたいな人が出てくるんだろうって、どちらの病院にいられるんですかって聞きたくなるぐらいのね、すごい可愛い女医さんでした。で、他のブースを見ると、おじいさんの、結構年を取った方の、ね、問診だったみたいで、年を取ったドクターですね、の問診だったみたいで、あ、このブースの人ラッキーだなと思ったんですよ。男性だったらね。で、まあそのまま進んでいって、まあちゃっちゃと、本当にちゃっちゃとっていう感じですね。ちょっと打って、はい、終わりですっていう感じで。で、15分ぐらい待機するんですけど、ぐらいっていうか、もう何時何分にここの部屋を出ても大丈夫ですっていうカードを渡されるんですね、ちゃんと。で、何時何分になりました。で、1分ごとにこう声をかけをしてくれる人がいるので、行きます。で、そこで待ってる時に次の予約を取るんですね。本当にスムーズで、全工程が、6時に終わって6時37分に出ているの、あ、6時に入って6時37分に出ているので、本当にね、40分ぐらいで終わってしまうんですね。退屈する暇もないし、で、何がすごいかっていうと、ノイベアスタジアムっていうのは、神戸ので、神戸ヴィッセル、ヴィッセル神戸ですね、サッカーチームの、まあ、ホームスタジオなんですよ。私サッカーみんなであんまり知らないんですけども、時間帯は私6時だったからダメだったんですけど、4時とかまでに入れば中のピッチを見たりですね、普段入れないようなこうヴィッセル神戸の引き返室とかもね見れるらしいんですよ。で、スタッフの方もヴィッセル神戸のこう方なのかどうかわかんないですけど、なんか T シャツ着てですね、こう、手伝ってくれてるんですよね。で、こう、こちらに歩いてくださいってポスターも選手のポスターだったりして、これサッカーファンだったらめちゃくちゃいいと思いますね。で、ね、接種終わって出たら、もう出た入り口にもうバスが待ってるんですよ、駅までの。すごいなと思って、これ結構楽しめたって言ったらね、申し訳ないんです。言い方ちょっとあれかもしれないですけどね、結構ね、いいですね。うん。で、二日前なんですけども、で、その日は大丈夫だったんですけども、次の日来ましたね。副作用。副作用は英語で言うと、サイドエフェクトと言います。で、よくある、サイドエフェクト、コモンサイドエフェクトはですね、フィーバーとか、あと、ファティーグ、ヘッドエイクですね。で、私の場合は、フィーバーと、あと、I get pain, at the injection site.At the injection site. インジェクションっていうのは注射なんですけど、注射を打ったですね、とこ、のとこがサイトっていうんですけど、インジェクションサイトにちょっと痛みがあって、これかなり痛いです。なんかね、今までちょっとなんか、
注射では味わったことのない痛みですね。なんか、タンスかどっかにボーンとぶつけていたんだようなのがずっと続いています。まだ2日経ってますけど、結構ね、ちょっと痛いです。だから日常生活できないってことではないんですけども、今日はもう2日経ったらだいぶマシになってますけども、昨日はちょっと寝るのもちょっと痛いかなっていう、こう当たっちゃうんでね、寝るときに。結構大変でした。で、熱はね、まあ、熱冷まし飲めばなんとかっていう感じです。で、周りのね、打った友達とかに聞くとですね、うん、そういう人も結構いますね。ただ、まあ、ねえ、コロナにかかって熱になるよりもいいので、あと若い人がなるということで、まあ私若いので、やっぱりサイドエフェクトが出たかなと思いますね。はい。今回のですね、この注射の件に関しては打った方がいいとか、打たない方がいいとかね、いろんな意見があると思います。まあ私このチャンネルは英語の教育チャンネルなので、あまりポリティカルなことは言いたくないんですけども、私の家族の中にも、打ちませんっていう人がいるんですよね。で、それに対してどう対処するかっていうのがね、結構大変ですよね。今までこういうシチュエーションがあんまりなかったから、英語の授業とかで、政治の話とか経済の話とかをちょっと持ちかけた時に相手が興味ないなと思ったらやめるんですね。興味があったらそれに対するね、単語とか勉強しましょうということをしていくんですけども、結構ね、興味のない人はたくさんいます。そういう、政治的な話とかね。だけど今回の話っていうのはそれぞれが自分で決めないといけないっていうことですよね。で、どういうふうに判断するかっていうのはその人が、得るその情報によって変わってきます。好きな芸能人の発言とか、信頼している先生の言葉とか、そういうふうに、こうチョイスをしていくわけですよね。そうするとみんなそれぞれ違った意見が出てきます。で、こういうのって今までなかったんですよね。森友学園の事件についてどう思いますっていう、そういうふうなね、意見を必ず持たないといけないっていうことはなかったですよね。今までは。でも、オリンピックのことなんで、オリンピックのことでも、私神戸ですから、ちょっと遠い感じはしますけども、東京にいる人にとっては、非常にですね、身近に感じないといけない問題。で、こういうふうな意見をこう、交わすときに、こう、違った考え方がある人たちとどう、対応していくか。今までは避けて通ることができたんですけど、これからどうしたらいいかってことですね。その人解き伏せるのか、それとも相手の意見に従うのか、それとももう聞かなかったことにして流しちゃうのか。私自身もね、戸惑っているところなんです。まあ、多様性ですね。ダイバーシティとか、インクルージョンとかね、最近日本語でも言われてますけど、考え方がみんなそれぞれ違うので、こういうね、新しい、こう、課題がちょっと私の周りでも出てきたなと思っております。皆さんはね、どう考えて対処していくでしょうか。はい。ということで今日ですね、ワクチン接種のお話をさせていただきました。じゃあ次の動画で会いましょう。See ya!